声が出ている菅総理に昨日の人事で新たなトラブルが明らかになった。任命権ってのはこんなに軽いもんだよ。民主党の中山義勝経済産業政務官、昨日夕方菅総理から公然話がかかってきたという。いや、その時は経済産業大臣の副大臣の、だから私がちょっと女房にモーニング用意させてもらったんですけども、総理から昇格人事を打診されたという中山氏。しかしその1時間半後、再び総理から電話が。国会がちょっとなんかいろいろ反対してみたいなんで、ちょっとこれはなかったということに、っていう感じですよね。突然の昇格人事の撤回、その理由は国会の反対だったという。しかし今日、その後の安住国会議員長は、官邸からは一切いろんなことについての相談もございませんでした。自覚をした上でやっぱりみんな仕事をしていかないとですね、皆さんが一番感じていると思うんですけども、支えきれなかったですね。ね、村田さん。